ミクラミヤマクワガタは、昆虫チュ虫目クワガタムシカミヤマクワガタ属に分類されるクワガタ。ミクラ島、ウズ島に生息。和名の由来はミクラ島で発見されたことから。ミヤマクワガタの中でも、大型種のオスの頭部に見られる耳状の突起があまり発達せず、体長そのものも34、7ミリメートルという小型な種類である。全種の色は黒だが、 赤みや黄色味を帯びる個体もある。羽に黄色い文様のようなものが現れる、門型は珍しいとされる。世界でも、三倉島と神津島にしかおらず、近似種のパリーミヤマクワ型が遠く離れた中国福建省などに生息している。これは、かつて近縁種が広く分布していたものが、地殻変動をはじめとする環境の変化や、生存競争等により絶滅した結果、 大陸と当初で禁縁種が別々に生き残ったものと考えられており、本種のような分布の特徴を持つ種は依存種と呼ばれる。同じような経緯を持っているカブトムシとして、日本最大のカブトムシとして有名なヤンバルテナガコガネが知られている。幼虫は、紅葉樹林体の木々が腐食した土中や、不休木に生息し、それを食べ、1から2年ほどで成虫になる。 成虫の発生は5から6月である。成虫は飛行能力が低く飛ぶことができないため地面を歩いて移動し、故に速攻の中に落ちて出られなくなり死んでしまう個体もいる。本種がほとんど飛ばないのは、飛翔中に風にあおられて海面に落下すると即座に死に直結する小規模な当初という生活環境に適応したものと考えられる。 成虫の寿命は短く、約1ヶ月ほどしか生きられない。多くの場合、交尾をして産卵して、一生を終える。なおは、ある程度産卵を済ませた後徘徊を始める生態を持っているためよりも徘徊時期が遅く発生初期は、観察されにくいとも言われている。開発や外来生物の引き返る類の捕食などの環境変化による影響で、個体数が減っているとも言われる。なお、 現在条例により、神津島三倉島では本種を含む全動植物の採集が禁止されている。そのため、規制前の採集された標本や、類代飼育個体が出回るのみである。環境省第4次レッドリストでは、純絶滅器具に選定されている。ありがとうございます。